一緒に遊べば遊ぶほど IT に強くなるプログラミングロボットダッシュ。みんなこんにちは。僕の名前はダッシュ。僕はスマホやタブレットと連動し、その行動をアプリ上から自由にプログラミングすることができるんだよ。一緒に楽しく遊ぶだけで、いつの間にか IT の世界のことやプログラミングのことが分かってくる。ゲームで遊ぶのもいいけど、将来はゲームを生み出す人になってほしいな。僕は未来のプログラマーを育てるために生まれたんだ。僕は iPhone や iPad に無料でダウンロードできる3種類のアプリを使ってコントロールできるよ。使うアプリによって僕のできることが変わるんだ。だから家族の一員みたいに、君が大人になるまでずっと一緒に遊べるんだ。一つ目のアプリは GO。 タブレットやスマホがコントローラーになって僕を自由に動かすことができるよ。ゲームのコントローラーとは違って、アプリの中でアイコンを使って僕を自由にコントロールできるんだ。二つ目のアプリはパス。アプリ上のサーキットや牧場に僕の進路を自由に描けるよ。道の途中にいろんな音の出るアイコンを置くことができるんだ。自由にルート設定し、そのルートの上で何かを決定するっていう、より高度な技術が身につくんだよ。三つ目のアプリはブロックリー。進む、止まる、曲がる、見る、待つ、話すなど、言葉のコマンドを組み合わせることで僕の行動をプログラミングすることができるよ。一つ一つの言葉のピースを頭の中で考えながらパズルのように組み立てていくから、より複雑なプログラミングの基礎が身についていくんだ。それから僕はね、楽しくプログラミングの基礎が学べる学習パートナーとしてアメリカの150もの小学校で活躍してるんだよ。僕と一緒に遊べば遊ぶほど IT の世界も、ちょっぴり難しそうなプログラミングのこともとっても楽しく学べるんだ。さあ、今日から君もプログラマー。タブレットやスマホのアプリを使いこなして僕の楽しい毎日を一緒に作ってほしいな。次は君が僕と楽しく遊んでいるうちに、自然と IT の世界やプログラミングの基礎を身につけ、ゲームで遊ぶ側から将来は生み出す側へと、想像力をどんどん育てて成長していく番だね。